森屋さんは長野県諏訪市と稲市との境にある標高1651メートルの山である。伝承によると旧名を森山という。古文書には森屋が学、森屋が,額森屋が竹という名称も見られる。諏訪地方の人々には森屋さんを含めた稲川の山並みを西山とも呼ばれている。稲山地の最北部にあり、山頂からは南アルプス。 中央アルプス、北アルプス、八ヶ岳連峰といった山々が眺望できる。清流と謳われる、沢川の水源で、もみじ湖を経て天竜川に注ぐ。緑色業海岸でできている、この山は、糸井川静岡構造線と、中央構造線が交わる地点にあたり、地質学的に、極めて重要な地域である。東方には、山頂から少し下ったところに、石ほこらがあり、 越えずには、森谷大神宮、森谷大神という名で描かれている。現在は南陸にある、森谷神社の奥の宮とされている。森谷神社奥の宮と岩倉その名称から、森谷という神が宿る山として、信仰を集めた。森谷山の神が起こると雨をもたらすと信じられ、過去には、寒天が続くと雨乞いとして、山頂の祠を谷底に突き落とす習慣があった。現在は、 祠が柵で囲ってあるのはこれを防ぐためである。おじり晴れ森や雲を巻き上げて、もず取り基地なば、鎌をとぐべしということはざで言われているように、山頂に雲がかかると必ず雨が降ると信じられていたことから、諏訪盆地や稲谷に住む人々には、古くから、貴重の余地に用いられた。祠に向かって、右側にある岩も、岩倉として、信仰の対象であった。 かつては、森屋さんの西側に住む人たちが、旧6月昨日に登山して、祠らを廃した後に岩倉を7回回って、諏訪上社へ参拝するという行事を行い、これを、大などと呼んだ。岩倉の表面には文字らしきものが掘ってあり、旧や、五国豊穣を願う、まじないの痕跡ではないかと思われる。20世紀前半の東方の祠らの様子、宮地直一。 諏訪市より近年諏訪神社の神体山とされるが、もともと諏訪明神の神体は諏訪市での大法理であり、歴史的に森屋さんを神体とした記録はない。それどころか山頂の石祠にはお柱がなく諏訪に背を向けている。ただし、法治三年に書かれたと言われる諏訪神十会場には諏訪明神が森屋さんの麓に降臨して、 この地を治めていた森谷大臣と派遣争いをした後、神谷城を構えたという伝承が書かれているため、必ずしも神谷城とは全く関係がないとは言えない。天正10年3月、織田信忠の軍勢が神谷城を焼き討ちした時、新館たちが御腰を担ぎ出し森谷山へ避難したと言われている。この自責に関係する地名が山中に残っている。完成12年、 白銅製の八両鏡が山に発見され、天章の平乱の際に紛失した宝物だろうということで、神社城に寄進された。この鏡は現在は神社城本宮の宝物殿に収蔵されている。お柱祭りの時に建て替えられる二つの宝殿の網代天井の一部には、山中の一角に生えている、ほなしがやが古くから使用されている。 上長官裏古墳森谷氏の屋敷内にある7世紀頃の古墳。森谷氏の言い伝えによると、この古墳は竹丸のものと言われている。諏訪城に上社に神長という筆頭職に就いた森谷氏の家伝によると、物の部森谷の次男の竹丸友が、日野と羊の乱の後、森谷山に逃れて、やがて、森谷氏へ養子入りして神長となった。なお、森谷氏へ、 養子入りしたと言われる、平忠則の子についても全く同じ伝承が語られている。これらには、神長となる者が、通過儀礼として、聖地とされた、森屋山にこもっていたことが反映しているのではないかと、指摘されている。物の部森屋を祀る森屋神社が立つ伊那市の、片倉地区にも、物の部森屋の子孫と名乗る森屋姓の家が多く、存在する。また、山中には、 丹野技術を持った物ののべとは関係があると思われる芋の種が釜の地名が残っている。諏訪神社一帯を描いた伝、天章の小図から山中には東日本に知られる風神、風の三郎を祀る三郎宮がかつてあったことがわかる。諏訪城社にはこの社に対する神事が見当たらないため、この痕跡は民間信仰跡だと推測される。製鉄には 風が必要とされたため、芋の死が釜にいたと思われる鍛冶屋や、芋の死が祀った風の神がそのルーツだったと考えられる。ありがとうございます。